古来より受け継がれてきた執事道。今宵は聴覚を高めることで真の執事力を磨き、主が何を求めているか心音で察知する術を伝えよう。さすがレジェンド、説得力が違う。これが真の執事力というものか。おお、風神のごとき速度で。お帰りなさいませ、カリンお嬢様。神月家当主に代々伝わる奥義、神月流疾空術をいともたやすく。鑑定の方はいかがでしたか？少々退屈でしたわ。バーディーの姿が見えないようですわね。てめえに吹っ飛ばされたんだよ。食後の運動を始めますわよ。ん？まだ食ってねえぞ。心配には及びません。夕下は首相といただきましたわ。てめえの飯のことじゃねえ。それでは肩慣らしにもなりませんわ。柴崎。は。利き腕を封印し戦う老人がインドで目撃されたとの情報があります。約100年前、先々代神月家当主と三月にわたり死闘を繰り広げた戦術の使い手である可能性が高いかと。仙人との手合わせですか。血が騒ぎますわね。出発の準備を。はさあ、インドに参りますわよ。今からかよ。先日は炎を吹き出す術を授けたが、こたびは異なる場所に精神と肉体を転移させる術を教えよう。んこの辺りですか。あら、ごきげんよう。そなたたち、なぜここに。柴崎。は。この付近に戦術の使い手が現れたと聞きました。ご存知ありませんか。こいつじゃねえのか。浮いてるだろ。私ではない。戦術と妖がどちらも断りに至る力ではあるが、その本質は似て非なるもの。あの方との会交で私はそう感じた。いつお会いに。数日前に。今は気配を感じられぬ。すでにこの地を絶たれたようだ。今から追跡を。強者と強者はおのずと惹かれ合いぶつかるもの。残念ですが、まだその時ではないということでしょう。それに千人にも劣らぬ強者がいらっしゃるのに、戦わずして背を向けるわけにはいきませんわ。待て、私は今。たる闘志の波動により鬼神にすら己の意志を押し通す奥義、神月流横髪破りの型。
あの若さで得されているとは、さすがカリンお嬢様。大丈夫かお前。接触では、丁重にお招き。ヨーガの神髄、さらに極まっているようですわね。そなたも見事であった。その曇りなき剣で進み続けるがよい。私はこれからこの地の警察官に転移の術を教えねばならぬ。ここまでとしよう。教えられるのかそれ。それではまた。カリンお嬢様、仙人と手合わせできなかったことは心残りですが、私たちもひとまず。見よこの筋肉を。これも何かの縁。あの方にも手合わせをお願いしましょう。ん？お前たちは？ご無沙汰しております。ほう、まだ残っていたか。ふっ、うわっ、あれは波動を行く王者の風格で三千里離れた相手すら圧倒する。神月家が命を懸けて追い求めた悲願の方、覇者の腕組み。うん、筋肉の律動のみで相手を圧倒するか。俺も負けてはおれん。マッサル。不完全ながらまさか。さあ、これで邪魔者はいなくなりましたわ。始めましょう。うん、これは熱い試合になりそうだ。実に腹性な試合だったぞ。ええ、まさに血湧き肉躍る戦いでしたわ。赤きサイクロンの名にふさわしい剛腕と磨き抜かれた技の綺麗。データを改めなくては。カリンお嬢様。分かっています。それでは、いずれまた。うん。柴崎、この後の予定は？は、忍びの里との交渉の後、ニューヨークで開催する格闘大会参加者の選定と格闘パーティー招待リストの確認。明朝には神月スペースコロニー計画について各国関係者との打ち合わせを予定しております。メッシ、肉、ドーナツ。もう限界だ。神月さん、久しぶり。え、さくらさん。羊の人から連絡もらったんだ。会いたかったし来ちゃった。忍びの里には少し遅れると伝えております。その人倒れてるけど。あなたに会えて嬉しく思います。相変わらずだな。でも望むところだよ。行きますわよ。行くよ。Hello!
もいきなりだな。あら、いきなりの方が本気の力が試せるのではなくって。まあほら、年頃の女の子同士が顔を合わせるたびに殴り合いばっかりなのもどうかなって。なんかいろいろと考えたりもしちゃうんだよね。強く、もっと強くって、私の生き方それでいいのかなとか、女の幸せとはとかさ。はあ、さくらさん、あなたのストリートファイトにかける情熱はその程度でしたの？あの方を前にしても同じことをおっしゃるのかしらね。あの方ってリュウさん？最近会った？近いですわよ。そう、リュウさんですわ。近頃世界中の格闘家の方々と連携を取り合うことがあったんですけど、相変わらずで、今頃はまたどこかで修行されていますわ。リュウさんだったら話は別。会いたいし戦いたいよ。そっか、リュウさんは修行か。いいなあ、修行会いに行きたいな。なんて言ってみたけど、お金持ちのカリンさんだったらともかく、アルバイトの身の私がホイホイとあっちこっち行くわけにはね。すみません、店員さん、ぬいぐるみキャッチャーのところで暴れてる人がいるんですけど。おっと、お仕事お仕事。はーい、今行きます。お疲れ様でした。はあ、今日も終わった。お客さん相手の仕事は殴り合うより気を使うな。でも私の毎日ってこんな風に過ぎちゃっていいのかな。ストリートファイト楽しい、強くなりたいだけだったのが、だんだんそれだけじゃなくなって、先生になりたいと思って勉強して、バイトしながら赴任先を探して、働いて、多分そのうちに結婚したりして、最後にはおばあちゃんなのかな。あーと、ごめんなさい。って、リュウさん、どうしてこんなところに。ん？ああ、神月のお嬢さんに緊急事態だと呼び出されてな。大事な友達が悩んでいるということらしいんだが。いいえ、それほどのことでは。なるほどな。だったら。悩み事、話を聞くよりはこっちじゃないか。はい。強くなったな。技がよく練られている。悩みが成長につながったかな。はい、それだけの時が経ったんです。子供だって大人になります。
あの、龍さんは考えませんか？どれだけ強くなっても、いずれは年を取って死んでしまう。一人、ただ強さを求めて、生きて、死んで、それでいいのかって。弟子を取って、次の世代に伝えるということか。だとしても、俺はまだ未熟で弟子は。いえ、それもありますけど、子供を作って、命をつないでいくことをです。確かに考えたこともなかったが、それも強さの一つの形か。はい、なんとなくですけど、そうやって未来につながる強さがある気もして、求めていたものが分かったというか、欲しいのはこれだったのかというか。命の強さかな。そうだな、君は君のやり方で強さを求めていけばいい。はい、求めます。って今すぐに赤ちゃん欲しいとか、そうじゃないですよ。求めるのは強さの道であって、あの、私何言っちゃってんだろう。